牛もヤギもおばあ友達。すいません、すいません、聞こえてるかね。おい、聞こえてるかね。これ最近は沖縄ブームって言われてるけど、その影響なのか沖縄に移り住んでくる人も毎年増えてるみたいだね。あの、はいはい、今度東京から沖縄市に住民票を移動しようと思いまして。じゃあ後でお呼びしますので、しばらく待っといてくださいね。これ本当に沖縄にある名字なんだよ。兄さん見えないよ。この兄さん、いっぺえかわいい具合やさ。グッドや。やしげ兄さん、ごめんね。あんたよりね、今、テレビの方が気になるさ。あれ、あ、兄さん、兄さん。こっち空いてるから、こっちに座りなさい。あしゃ、おいで、おいで、おいで。座りなさい、座り。もう、あんたも座りなさい。面白いでしょ。あれ、あんたは沖縄のお笑いとかわかる？あ、わからない、はい。次の方、変なさん、変な牛さん。え、変な牛、変な牛。はい。鍋さん、ヤギ鍋さん。ヤギ食べ食べ。兄さん、どうしたの？いや、変わった名前の人だなと思って。変わった名前の人、はい、ああ、さっきの、ああいうの沖縄にはいっぱいあるよ。他にもね、カメ、あとまあ牛もいたけれども、カニメガとかね。カニメガ？メガがつく、あのロボットみたいでしょ。こういうの多いよ。あの、ちなみにおばあさんお名前は？私、はい、私はね、かまど。かまど。火は出ないよ。あんまり笑わんね、あんた。ああ、ごめんごめん。あんたアメリカだったね。東京です。あ、東京だった、はい、あ、そうだったね。東京はあんたどこね？品川です。品川？え、品川、品川、宮古の？いや、あの、品川です。あ、品川、はい、あ、それ先に言わんたた回りくどい。品川、品川って聞こえるから。品川とさっきから言ってるんですけど。品川というのは東京の中にあるわけ、はい、あ、で、品川さん。え、品川です。品川、はい、あ、品川さん。し、あんたアメリカだのになんか面白いね。東京です。あ、東京だった、はい。あんたもう本当に回りくどい、意味わからんくなるよ。あんた、あの、東京の品川から来た。ああ、そうなんだね、ええ、東京の、品川から来た品川さん。いやいや、鈴木さん、鈴木ゴンザエモンさん。聞きました、今。鈴木も珍しい、ゴンザエモンって江戸時代の人みたいだね。嘘。よっ。あ、あんたね、ゴンザエモン。そうでござる。あ、ゴンザエモン。やっぱり江戸時代の人だね。ああ。